1900年代、清朝末期の一連の近代化改革を光緒新政と言います。これは、一旦挫折した偏方を事実上復活させるもので、院政を敷く清太后とその甥の光緒帝によって推進されました。しかし、時すでに遅く、漢民族を中心とした革命運動が活発化していきました。光中会を主催する孫文は、1905年に東京で中国同盟会を結成し、革命に備えます。中国同盟会では、基本理念として三民主義が掲げられました。この考え方は、中国国民党にも受け継がれていくことになります。1911年、四川の暴動をきっかけに、湖北省武昌の革命勢力が蜂起し、辛亥革命が勃発しました。当初、北洋軍の遠征外は革命勢力との交渉も行っていましたが、清朝の戦闘艇の大尉を果たし、孫文の後の臨時大総統に就任しました。暫定憲法の中華民国臨時役法は国民主権や議員内閣制を謳いましたが、次第に遠征外の独裁化が進み、国民党などとの対立を招くことになりました。